おはようございます。バルセロナウォーカー上村です。秋元です。今日は久しぶりにグエル公園に工事の進捗具合っていうんですか、終わり具合をチェックしに来ました。まずこの辺の工事はもう終わってますよね。階段のとこやってたんですけどね。はい、じゃあ上の方行ってみます。ギリシャ神殿みたいな柱が立っているところです。昔の市場になるところだったんですよね。で、こっち側のがね、前先に工事やってて、で終わって向こうに行ってるんですけど、上の方はね、終わったはずがまだ終わってないんですよ。よいしょ、見えるかな。よいしょ、あの辺ね。あとこのね、上見てもらっても分かるんですけど、タイルがね、まだ完全には終わってないんで、またここも封鎖して修理するかもしれないですね。ここまたやるな、これ抜けてるじゃん。こっち終わってあっち行ったけど、またもう一回戻るね、これ工事。はい、こっち見ます。はい、今やってるとこですね。はい、中どんなんでしょうか。こんなんです。ね、朝見に来てるんで、今無料時間に、だからまだ工事もそんなに本格的にやってないから、日中また来ると違う感じするのかね、音が。職人さんとかがね入って、まあそんなわけでここは半分工事中です。じゃあ上の方行ってみます。あ、すごい。あ、砂ですね、見てると。まあこんなんです。はい、ちょっと見てみますね、工事。眩しい。今ね、前はここ、今ね、これ今いるとこですね。砂敷かれてるとこやってたんですよ。今年の、去年までやってたんだっけ。で、今こっち側に移動中です。下半分行って、上半分が工事中です、ね。はいはい、皆さん見えるでしょうかね。砂。砂入れて敷き詰めてます。これ何なんでしたっけ、この砂は。上に何か説明して。あれじゃないですか、雨水をろ過するための砂利なんじゃないですか。ああ、そうですね、そういう設計だったんですね。ラウンド混んでる日とかになったらベンチの取り合いだね。間違いなく、いいのかな、本当。あ、こう、あ、ちょっと待って。オートラー、はい。シャドウ。これ、ですね。あ、そう、あ。こっちから行くか。あ、こっちから、こっちから。はい、ちょっと待って。こうならいいや。逆光なんちゃう？あ、でも大丈夫。はい。行ける？行きまーす。オートラー。はい、ね、洗濯オーナーの回廊ですよね。こっちは特に何も工事やってないです。はい、あとね、上にカルガリの丘っていうちょっとしたちっちゃな、なんだっけ、墓標みたいな展望台があるんですけど、そ
そこは工事してたんですけど、工事というか私は人がいっぱいだから、あ、立ち入り禁止なのかな、危険だからやめたのかなと思ったんで、じゃあ行きます、運動に、はい、じゃあね、ちょっと運動に見に行ってきます。あ、砂だ、はい、見てもらうと分かりますけど、この砂ね、引いていくと思います。今あそこに引いてるのは砂利です。玉石みたいな、ハイドロボール、ハイドロボール。はい、はい、なんか行き上がってますよ、秋元さん。いや、あなたには言われたくない、はい、どうですか、さっきの工事見て。あ、まだまだって感じかな。今までの時間かかった見てると終わりそうで終わらないですね、あれ。うん、だいたい、まあ夏はもう突入するの間違いないね。ゴールデンウィークはのか、これゴールデンウィークに来られる方は全く心配いらないです。ちょっと無理かなって感じ。絶対無理。そんなの絶対って言っちゃっていいの。いいですね。ただ9月の来る人、シルバーウィークの人はうまくいったら終わってるのかな、ちょっと微妙ですけど、まあ、ゴールデンウィークは、まあ、まだ月1回新着情報状況を見に来たらいいんじゃないですか。でもあのモザイクがまだ終わってるとこが直ってないじゃん、散歩がてら、はい、まあ、またあの今しますけど、でもね、同じことだと思うんですよ。工事が終わろうが終わる前が、まあ、それに合わせて、まあ、来る来ない決められないんで、うん、でもお金払ってみる、お金払ってみるか、多分見に行こうかっていう。ああ、そっか。もあるな。どうせ見れないんだったら、じゃあただの時間に行こうかっていう。はい、じゃあカルガリー農家っていうね、とこ来ました。まあここも一応展望あるんですよ。ほら、見えますかね。ほら。景色。柵が。向こうからね。向こう空港です。で、あれなんだっけ。火事？モンジュイック。なんか火事かね、すごい煙出てるね、うん、港の方、ちょうど港だね、あれ日産の工場じゃないの、あれ。はい、見てください、入れない、はい、でも誰か入ってんね、これ入っちゃダメですよ、これ入るなって書いてある、うん、あ、そうそう、ここは入っちゃダメなんですけどね、入ってる人いると思います。ここでもね、秋元さん、あれだよね、昔から危なかったよね。え？危なかったよね、足元が。足元、そうそう、この狭い通路に手すりもなくって、ね、人がいっぱいになってきて、人がいっぱいで、うん、そうそう、あ、海見えるわ、見えますよ、海は綺麗だね、輝いてる海、そういう感じで、2月の末はこんな感じで、ウェルコインの工事、なんてね、ウェル公園の工事の進捗情報を今回はお伝えしました。また3月の末、4月ぐらいに来て報告したいと思います、うん、聞いてんの人の話聞いてる、はい、はい、したいです。皆さんお楽しみに、皆さん待っててね。